平野翔ファン必見。池袋ロフトで、ウォンジョンヨヘア再入荷の瞬間。ウォンジョンヨヘア争奪戦。平日の朝から池袋ロフトに長蛇の列。ある晴れた日の朝、私は再び池袋のロフトに向かっていた。平日の早朝にもかかわらず、店の前にはすでに長蛇の列ができており、その光景に驚きを隠せなかった。みんなが待ち望んでいるのは、大人げのウォンジョンヨヘアの再入荷。 特に、平野省の等身大パネルが設置されていると聞いて、私の期待も高まっていた。列に並びながら、私は心の中で何度も、今回は絶対に手に入れるんだ、と自分に言い聞かせていた。前回は、仕事の都合で開店時間に間に合わず、目当ての商品を手に入れることができなかった。しかし、今日は違う。仕事の入り時間が通常よりも1.5時間遅かったため、 余裕を持って行動することができたのだ。列に並んでいる間、前にいる人たちと自然と会話が始まった。みんな同じ目当ての商品を求めていることが分かり、共感の輪が広がっていく。その中で、ある女性が、今日は新潟から来ましたと話してくれた。彼女もまた、ウォンジョンヨヘアの大ファンであり、特に平野翔の大ファンだということが分かった。ついに店が開店し、 列が少しずつ動き始めた私たちは、期待に胸を膨らませながら店内に足を踏み入れた。そこには特設コーナーが設けられており、美しいパッケージの商品がずらりと並んでいた。その中でも特に目を引いたのは、平野章の等身大パネルだった。その美しい姿に思わず見とれてしまい、写真を撮るためにスマホを取り出した。しかし、周りには同じように写真を撮ろうとしている人々がたくさんおり、 その場の熱気は一段と高まっていた。私はまず、目当ての商品であるスムースとウィークリーコンセントレートトリートメントを手に取った。前回使用した時の感触が忘れられず、どうしても再度手に入れたいと思っていたのだ。その隣にはノイストのトリートメントが並んでいたが、すでに売り切れていた。少し残念に思いながらも、スムースが手に入ったことに満足感を覚えた。購入を終え、店を出ると、 再び長蛇の列ができていた。私の後ろに並んでいた女性が、今日は本当にすごい人だね、と話しかけてきた。彼女はヘアケアマニアであり、ウォンジョン・ヨ・ヘアの大ファンでもあるという。私も彼女に共感し、本当にいい商品ですよね、と話し、その場で彼女と情報交換をした。互いにおすすめの商品や使い方について話し合うことで、さらにウォンジョン・ヨ・ヘアへの愛着が深まっていった。その後、 私は仕事に向かうために電車に乗った。久しぶりに電車に乗ると、周りの風景が新鮮に感じられた。電車の中でふと考えたのは、なぜオンジョン・ヨ・ヘアがこれほどまでに人気があるのかということだ。もちろん、製品の質の高さやデザインの良さもあるだろうが、それ以上に重要なのは、平野章という存在が大きいのではないかと思った。彼の魅力が多くの人々を惹きつけ、その結果、 ウォンンジョンヨヘアもまた人気を博しているのだろう。仕事場に着くと、同僚たちにウォンジョン・ヨ・ヘアの話をした。多くの同僚が興味を示し、特に女性陣からは、私も使ってみたいとの声が上がった。その中には、すでに使用している人もおり、彼女たちは、本当にいいよねと口を揃えて言っていた。私はその反応に嬉しくなり、さらにウォンジョン・ヨ・ヘアの魅力について話を続けた。 仕事が終わると、再びロフトに立ち寄り、もう一度特設コーナーを訪れた。店内は相変わらずの混雑ぶりで、多くの人々が商品を手に取っていた。私はその光景を見ながら、これからもウォン・ジョン・ヨ・ヘアの人気は続くのだろうと感じた。翌日、私は再びロフトに向かうことにした。今度は、友人を連れて行くことにしたのだ。彼女もまた、ウォン・ジョン・ヨ・ヘアのファンであり、 特に平野省の大ファンだという。友人と一緒に列に並びながら、昨日の出来事を話し合った。彼女もまた、私と同じように商品を手に入れることを楽しみにしていた。店内に入ると、昨日と同じように多くの人々が商品を手に取っていた。私たちは再びスムースとウィークリーコンセントレートトリートメントを手に入れ、その後、等身大パネルの前で写真を撮った。 友人はその写真を SNS に投稿し、多くの「いいね」を獲得していた。彼女はその反応に喜び、さらにウォン・ジョン・ヨヘアへの愛着が深まっていった。その後、私たちはカフェで休憩を取りながら、ウォン・ジョン・ヨヘアについて語り合った。友人は、この商品を使い始めてから、髪の調子が本当に良くなった、と話してくれた。私も同じ意見であり、 ウォンジョンヨヘアが私たちの日常にどれだけポジティブな影響を与えているかを再確認することができた。カフェでの時間が過ぎると、私たちはそれぞれの家に帰ることにした。友人と別れた後私は自分の髪を触りながら、その質感に満足感を覚えた。ウォンジョンヨヘアを使うことで、自分自身に自信を持つことができるようになったのだ。その夜、 私は SNS でウォンジョンヨヘアの再入荷を知らせる投稿を見かけた。多くの人々がその情報をシェアし、再び長蛇の列ができることを予感した。次の日、私は仕事が終わった後、再びロフトに向かった。今回は、新たな商品が入荷されるという情報を耳にしたためだ。店内に入ると、予想通り多くの人々が商品を手に取っていた。 私はその中でも特に目を引いた新商品を手に取り、その場で購入することにした。その後、等身大パネルの前で写真を撮り、再び SNS に投稿した。日々の生活の中で、ウォンジョンヨヘアは私にとって欠かせない存在となっていた。その魅力は、一度使い始めると手放せなくなるほどだ。特に、平野翔の存在が大きく影響していることは間違いない。 彼の魅力が多くの人々を引きつけ、その結果、ウォンジョン・ヨ・ヘアもまた人気を博しているのだ。そんなある日、私はふと思った。この人気が続く限り、ウォンジョン・ヨ・ヘアはさらに多くの人々に愛されるだろう。新たな商品が登場するたびに、その魅力が広がり、私たちの生活にポジティブな影響を与えてくれることを期待している。ウォンジョン・ヨ・ヘアの未来に期待を込めながら、私は今日もまた、 その魅力にに触れるることを楽しみにしみている私たちは日常の中で、多くの商品やサービスに触れることがあるが、その中でもオンジョン・ヨヘアのように特別な存在は少ない。私にとって、その魅力は単なる商品以上のものであり、自分自身をより良くするためのパートナーであると感じている。これからもオンジョン・ヨヘアの魅力を多くの人々に伝えていくことができるよう、私自身もその魅力を深く理解し、 愛してていいいきたいと考えているウォンジョン・ヨ・ヘアの再入荷が続く限り、その人気は衰えることなく、多くの人々に愛され続けるだろう。私たちがその魅力に触れることで、日常の中に新たな楽しみと満足感を見つけることができるのだ。そして、その先には、さらに多くの驚きと感動が待っているに違いない。ウォンジョン・ヨ・ヘアとの出会いが、私たちの日常をより豊かにしてくれることを信じて、 これからもその魅力に触れていきたいと願っている。ウォン・ジョン・ヨ・ヘアとの出会いが私の生活に与えた影響は計り知れない。それは単なる美容商品ではなく、自分自身を見つめ直し、内面から輝くことを教えてくれる存在だと感じている。ある日、私はふと自分の髪に触れ、その手触りの良さに改めて感謝の気持ちを抱いた。ウォン・ジョン・ヨ・ヘアを使うことで得られる自信は、私の日常を一変させ、 周囲の人々にも良い影響を与えていると実感している。その後も私はボンジョンヨヘアの新商品を追い求め、再入荷のたびにロフトへ足を運んでいた。新商品のラインナップは常に期待を裏切らず、使うたびに新たな発見と感動が待っていた。ある時、私は友人と一緒に再びロフトを訪れ、最新のトリートメントとオイルを手に入れた。友人もまた、その効果に驚き、 私たちは互いに使い方の工夫や感想を共有することでさらに楽しみを見つけていた。私たちの間でのウォンジョンヨヘアへの情熱はどんどん広がり、他の友人たちにもその魅力を伝えることが増えていった。彼らもまた、その品質と効果に感動し、私たちの仲間に加わった。こうして私たちの小さなコミュニティは、ウォンジョンヨヘアを中心に一体感を持つようになり、共通の話題で盛り上がることが多くなった。 ある日、私は SNS でウォンジョン・ヨ・ヘアの公式アカウントをフォローしていると、キャンペーンの情報が目に入った。抽選で平野賞のサイン入りグッズが当たるというもので、すぐに応募した。結果がどうであれ、そのプロセス自体が楽しく、ウォンジョン・ヨ・ヘアを通じて新たな楽しみを見つけることができたことに満足していた。ウォンジョン・ヨ・ヘアを使い続けるうちに、自分自身の髪の変化を感じるだけでなく、 心の変化も感じるようになった。髪が美しくなることで、自然と自分に自信が持てるようになり、その結果、他人とのコミュニケーションもスムーズになった。職場でもプライベートでも、ウォンジョンヨヘアのおかげで得られた自信が私を支えてくれていると感じる瞬間が増えていった。ある日、私は仕事の休憩中にカフェで過ごしていた。その時、隣の席に座っていた女性が私の髪を見て、 すごくきれいな紙ですね。何を使っているんですかと尋ねてきた。私は笑顔で、ウォンジョン・ヨ・ヘアという商品を使っているんです、と答え、その場で彼女に詳しく説明した。彼女はその話に興味を持ち、早速試してみると言っていた。このように、ウォンジョン・ヨ・ヘアが人と人をつなぐ架け橋になることがたびたびあり、そのたびに私はその魅力を再確認していた。季節が変わり、 秋の訪れを感じるようになった頃、私は再びロフトを訪れた。店内はハロウィンの装飾でにぎやかで、ウォンジョン・ヨ・ヘアの特設コーナーも新たなデザインにリニューアルされていた。私はそこで、新しいシリーズの商品を手に取った。それは周到の乾燥した季節にぴったりの保湿効果の高いトリートメントだった。店員さんが親切に説明してくれたおかげで、その商品の特徴や使い方をしっかり理解し、 購入することにしたその夜、家に帰って早速新しいトリートメントを使ってみた。結果は期待以上で、髪がしっとりとまとまり、翌朝のスタイリングも楽になった。その時の喜びを友人に伝えると、彼女もまた同じ商品を試してみると言っていた。私たちの間でのウォンジョンヨヘアの人気はさらに高まり、日常の中での小さな楽しみとなっていた。